はい、どうも、お久しぶりでございます、今回はですね、六甲山を走ってるんですけどね、はい、車はこちらの方になります、ね、三菱のアイというのになります。で、もしよかったら過去動画もぜひ見てください。ということでね、この道を走ってるんですけどね、今回はね、一言で言うと暑いです。まあでもね、実は曇ってるからまだマシといえばマシなんですけども、でもね、ちょっと実はこの車エアコンの効きがめちゃくちゃ悪いです。実はね、購入した時にちょっとエアコンの音がおかしくて連絡したんですよ。で、まあこうこうこうなんですって言って、まあその時はまだ冬だったんですけどね、そしたらまあオートイヤホンなのでこういう音がしてもおかしくないですよってこと言われて、うん、あ、なんかすれ違う車がなんかついてしまうんですね。すれ違う対向車の登っていく車ですね。まあ、すごいなんかグローブバルブの音がした、うん、で今入ろうとしてるのは表六甲なんですけどね、多分ね、あれはなのかな、コペンがいるのかな、コペンが信号待ちしてるとこですね。ということでね、まあ、ちょっと話は戻るんですけども、エアホンはねちょっと変な音がしてて連絡したんですよ。そしたらまあまあそういうことで、まあ別に大丈夫ですって言われて、正直ちょっと気になってたんですけど、まあ金額が金額なんでまあいいかなと思って、でまああと、まあ、ちょっとエアコンの効きがちょっと悪いなと思って感じた時も、まあ、ガスを入れてもいいかなと思ってたんですよ。まあエアコンガスってまあ大体1万全部でね入れれますんで、まあそれはまあ仕方がないかと思ってたんですけど、でまあ三菱にね持っていったんですよ、うん、オートバックスも悩んだんですけどね、うん、そしたら見てもらったら、これはガスではありませんって言われて、うん、どういうことですかと思って聞いたら、なんかねコンプレッサー自体の中に何かが入ってるみたいで、ちょっとその中をバラして取ってやらないといけないって言われて、まあ、結論から言うとそれでも治るかちょっとわからないみたいな言われ方したんですよ。でまあ部品を変えたり何かしらして、見積もりだけでもね20万ぐらい、この車がね、まあ、6万8000円買ってるんですが、20万だったらね、また同じような車は加工入できるんですけど、まあ、でもこの車グレードはいいのでね、すごい気に入ってるのと、まあ、やっぱりね車って買っちゃうと愛着出るでしょ。だから今むっちゃ悩んでるんですよ。まあさすがにそこまでだって修理すべきなのか、まあ、全く効かないわけではないので、まあ、その辺をなんとか対応してやろうかと思ってるんですけどね、こうやって悩みましたね。まあ、20万だったらね、まあね、なかなかな金額なんで、しかもそれで 100% 治るかわからないですし、まあ、何がしらね、他にも不備が出そうな気もするんで、まあ、だからそこを一本ずっと悩んでて、うん、ただやっぱ炎天下の暑い日はちょっとエアコンの効き代わりというのは乗ってられないっていうのもあるんですよ。だからその辺も考えてて、昔ね、また次の頃か、会社の車1台だけエアコンの効かない車あったんですよ。全くエアコン自体のスイッチがなかったのかな、まあ、送風はありますけどね、その車乗った時も、もう死ぬほど暑かったのを覚えてますから、まあ、まあ夏の炎天下のエアコンなしってちょっと厳しいなと思ってるんですけど、はい、うん、ただこれはちょっとどうなるかまだちょっと今から調べてみますんで、まあ、どうなったかまた報告しますね。よかったらチャンネル登録まだの方は登録してもらって、また気になったなって方はまた後日報告しますのでお待ちください。ということで今回は、ね、表六甲で走ってます。はい、六甲で、ここの道はね、実は僕はね、どちらかというと、まあ、僕関西にちょっと暮らしてるんですけど、どちらかというと再び山、そっちの方がねメインコースで、こちらの表六甲とかはね、まあ、昔シルビア乗ってた時の話にもなるんですけど、あまりね走ったことがないんですよ。だからそんなに道も詳しくないんですけど、まあ昼間なんで普通に走れますし、まあ今はねもうその飛ばして走ってないので、まあ、昔も別にね、そんな、ね、法定速度どうこうとかね、そんな過激な運転もしてないんでね、大丈夫なんですけども、まあ、普通にこうやって走っていくと、やっぱりやっぱ夜と違うから景色的には違いますからね。この先に展望台があるんで、そこちょっと行ってみようかなと思うんですけど、あとね、まあ、曇っているから今日はまあ涼しいのは嬉しいんですけど、結構雨がバーッと降り出しそうなんですね。この雨が降ったらちょっと怖いなと思って走るんですけど、まあ、ちょっとこの先に、ちょっとね、パーキングがあるんでね、そこにちょっと寄ってみようと思いますんで、そこに寄って、で、まあ、ちょっと今回はそこで U ターンして帰ろうかなと思ってます。まあ、あとはね、この車に対して、ちょっとどういう、ちょっといじりたいなと思ってるところもあるんですよ、実は。エアコンの問題もありますし、ちょっと何か部品を細かく変えようかなと思ってるところもあるんですよ。だから、まあ、最初からエアクリーナーとか、その辺を軽く変えるべきなのか、まあ、もしね、こういうので詳しい方がいてたら、まあ、全く今ドノーマルなんで、うん、ももの、ね、エアロみたいなのもついてるんですけど、まあ、それ以外は特にドノーマルみたいなので、まあ、もしねちょっと、まあ、金額的に、ね、あまりかけれないので、
安くていいのがこういうのがまず最初おすすめですよっていうのをコメントいただけると嬉しいです。あと関西でしたらね車で走れますんで、まあ、僕どっちかというとこの神戸寄りの方が多いんですけど、まあ、奈良の方とかね半田道路とかあっちの方も行ってみたいので、まあ、何個もねあの過去動画行ってますんでまた見てほしいんですけど、はい、またここの峠がいいよとかあったね清滝とかあっちの方はねあんまほとんど行ったことがないんで生駒方面はだからその辺ももし気になるとか言ってたらここがおすすめですよとかあれば教えてください。まあ、またねちょっと車乗ってる方とかで一緒にねあのドライブしてもいいなっていう方いたらそういう方も連絡欲しいですし、はい、ということでね今回はちょっと、表六角走りながらこう走ってながら、何て言ってんかな喋ってますって言ってんかな、うん、ということでまたこれからもねちょっといろいろ車動画もやってますけど実はね格闘技の動画もやってるし歌動画、まあ、娘とね歌の動画もやってますんで歌ってるわけではないんですけどね、まあ、でもちょっと歌ってみたいかなというのもあるんですけどどうでしょうか。あとこの愛のいうところもちょっと話していきましょうか。この車はね、まあ、まずミッドシップでターボもうこれはね運転した感じがすっごい気持ちいいです。昔一瞬のシルビア乗ってたんですけどそれよりもやっぱくるくると旋回能力は多分上だと思います、うん、ただまあ、馬力とかなるとあれなんですけどただ車重がね意外に900キロなんでね別に軽いわけではないんですけどでも思った以上にターボ車の軽ってね僕あんまりターボ車の軽乗ったことなかったんですけど今回乗ってこうやって走るとねすごくよく走るこんなに想像以上に走るんやと思いました。はい、あとやっぱりこの旋回能力が一番気持ちいいかな。ただ i に関して嫌なのはミッション車がないのとまあエンジンブレーキがね効かないですよ。パドルがついてたりとかさそれとギアがね1速2速とかさ固定できればいいんですけどそれができないのでまあ、まだ上りはいいですけどね下りに関してはね全然エンブレが効かないですね。それがちょっときついからそこだけが一番それさえあればもうこの車正直僕は完璧だと思います。はい、それぐらい車ですね。はい、このなんて山道が気持ちいいし、まあ、やっぱり車幅が狭いのでねすごいこの旋回しても気持ちいいです。走りやすいですね。はい、まあ、あとまあまあどうやろうドライビングポジションに関してはちょっと背が高いかなって感じがするんですけどもまあ、あんまりそこはそこまでこだわってないけど前に乗った S660 やっぱあちらの方がやっぱりスポーツとして走ってるって感覚があるかもしれませんね。はい、はい、ということでですね、ちょっとパーキングで休憩して、まあね、鳥の鳴き声とか、ね、気持ちよくて、まあ、僕普通に、ね、山登りとかも好きなんで、普通に、ね、歩いて山登りもしたいなと思うようなところですよ、こちらは。うん、まあ、車で走っても気持ちいいですし、まあ、登山者とかはね、あまりここは歩いてる人いないのかな、再び山の方とか行くと歩いてる方も多いのでね、あれなんですけど、まあ、六甲さんもこちらの方は比較的登山者が少ないコースなのかなと思いました。はい、ということで今回は、三菱愛ということで走ってるんですけど、まあ、残念ながらちょっとエアコンの故障でガスで直らないというちょっとピンチになりましたがちょっとこの辺からねちょっとどうやっていくかを悩みながら、まあ、この車とは付き合っていきたいと思いますんでできるだけは何か対策を考えて乗っていこうと思ってます。ということで皆さんもしこの動画が面白ければ高評価チャンネル登録まだの方は登録してもらって嬉しいです。またいろいろな動画もありますんでお時間のうちの各動画を含めて見てください。では本日はこれで入ります。皆さんご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。本日は最後までありがとうございました。